甲子園よくやったー。イエーイ。東海大学附属福岡高校が先ほど選抜高校野球大会に出場する切符を手に入れました。大阪市北区で開かれた出場校を決める選考委員会。去年秋の九州大会ベスト4が評価され出場校に選ばれました。7年ぶり3度目です。東海大福岡の前回の春の選抜はベスト8。3月18日に開幕する晴れの舞台で頂点を目指します。